はいどうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました、ヤドルです。さあ今回はですね、にじゅーちゃんたちのテレ東音楽祭、こちらの方を見ていきたいなということで録画をしていたのでございますね。リアルタイムでは見れなかったんですけれども、しっかりとですね録画をしていますと。で結構コメントだったりとか SNS で、ね、出てたのが、そのカメラワークについて、おなるほどなみたいなところもありますので、新田さんぜひ見てみてくださいということで、ね、コメントもいただいておりますので見ていきたいと思います。カメラワークですか。ダンスのね映し方とかって結構重要だったりしますので、こちら見ていきたいと思います。レッツラーゴーズ。ハプニング。まゆかちゃんが家の鍵をなくした。結構なんかスタンバイを唐突に告げられてしまうという、まあ生放送でございますからね。あ、しかもここでやるんだ。広末さん可愛い人たちだったらワクワクしちゃう。すごいですね、広末さんの前で遊ぼう。さあ話題のカメラワーク、お結構寄りますね。まゆかちゃんスティック、おうおぉ？おぉ！おぉ！え、おもろい！おぉおぉおぉ！しっかり中に入っていきますね。おぉ！おぉ！おー、上亀。すごいクレーン。うん。うわー、ミーヒちゃんが。It's so. おー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 。あそぼう。え、ダンスやば。勝村さん。お？なんかフィジカルの仕上がりが違いますね、皆さん。おお。これカメラちょっと違うぞ、いつもと多分使ってるカメラが。わあ。おお。うん。はいはい。あー、りくちゃん、あそぼう。にーなちゃん、おー、あそぼう。みーひちゃん、すてきよー。まやかちゃん、あそぼう。ふぅー、タンツタツタッタタラタン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 、あそぼう。えいあ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 い、えい、リオちゃん、パーコちゃん、イエス、あそぼう。うん、わー、リクちゃんのところ。すごいね、ムービングがね。あそぼう。うん、うん。わー、やば。え？めちゃくちゃ良くないですか？え、僕結構感動した、今。多分、これ、あれなんですよ。使ってるカメラが、普通のカメラじゃないやつ使ってると思います。
ムービング用に多分適してるって言い方はどうなのかわかんないですけど、ボケ感があるじゃないですか、ピントの。例えば、マイカちゃんにグーってやった時とか、リクちゃんに言いました、なんかその、歌ってる方に寄った時の、後ろの背景の抜け感っていうのがまたこれすごく気持ちよくて、で、そこに対してちゃんとピントがボケてたんですよ。で、普通だと、このボケ感多分、よく見るテレビ番組さんだとなくて、この抜け感だから多分おそらくですけどカメラを変えてるって思います。ここら辺とかリクちゃんの一緒に刻もう感じたら We can grow の部分あるじゃないですか。ここの辺の部分とか、そのこのスピード感で動いてもそのブレ感がこれめちゃくちゃ最小限になってると思う。多分これスタビライザー使いながらやってると思うんですけども、めっちゃいい、めっちゃいい。これちょっとブレてるんじゃないかって、その手ブレでちょっと酔っちゃうんじゃないかみたいなお話もあったんですけど、それにしてはこれだいぶ少ない方だと思います、手ブレとか。多分このスピードで人間がとかスタッフさんが持ってこうやって動いてるんですよ、こうやってっていう中で、もっと揺れるんですよ普通であれば、っていうのをそのブレを最小限に抑えていて、でこの画質でしょ、めちゃくちゃいい画質で撮れてるというか、このカメラワークこれじゃないよ、このカメラワークは結構やばいと思う。全体映してる時1列目にいる人と2列目3列目にいる人のボケ感ですね、ピントが合ってる人と合ってない人っていうところの差で使ってるカメラが多分違うんですよ、こういうところで。でそれを割と最初の方とか、あとはそのニナちゃんのここのこれのところとかで結構ゴリゴリ使っていて、ちょっと行き過ぎちゃった、でも、ね、テレビのリモコンのね操作が私は慣れてなくてね、いけた？最初の彩香ちゃんの部分とか、まゆかちゃんの部分、どうやってオンエアするんだろう。いや、これは、まこちゃんの部分、ゲーム感覚の部分とかで、めっちゃ寄ってってるんですよ。この、寄りのスピードに対して、ブレが本当に少ない。これは、ちょっとね、僕カメラマンさんに あっぱれだなっていうふうにちょっと思ってた。すごい。ここまでちゃんと真ん中にみんなを収めた状態で動いてるんです。だから、めちゃくちゃ、しかもこれ本番、生放送でこれやってるっていうのは、だいぶすごいことだと思いますよ。撮ってる方の技術がこれ高くないとできないし、テレ東さんすごいな。で、これ、なんでまたいいのかっていうと、テレ東さん祭りだから、いつものテレビ番組さんよりもセットが大きいんですよ。なので、奥行きがめちゃくちゃ感じられるから、ちょっとミュージックビデオ風にもなってるというか、韓国の音楽番組さんとは僕またちょっと違う、これは、良さがあるなっていう風に思ってるところはあります。なんか、日本的な背景で、その日本的なそのセットの中で、このカメラの技術をもってして撮ってるので、これはね、結構いいと思いますよ。どうやってこれピント合わせてんだろうっていうか。このニナちゃんの遊ぼーの部分は全体で上からクレーンで撮ってるんで、これ違うカメラですね。全然これは。ニナちゃんのところは違うのか。この心ときめくことを選んだらいっそいっその部分のミーヒちゃんの部分も多分これカメラ違うやつだな。一緒に遊ぼう、リマちゃんの一緒に遊ぼうの部分はめっちゃ抜け感のあるカメラで撮って、これめちゃくちゃ使い分けてる。えぐい、すごいですよ。
テレ東さんすごいな。僕めっちゃ感動しちゃった。こんなに今まで多分寄れてないんですよね。で、後ろのボケ感とかもないから、一人に対するそのフォーカスの具合、その技術的な本当にカメラによるフォーカスもそうなんですけども、見てる人たちが体験できるフォーカスの具合っていうのも全然違うと思います。歌ってる人に対してめちゃくちゃ集中できる、可愛くその人をちゃんと見せてくれる映し方をしてるので、満足度僕の中でめちゃくちゃ高い。これは結構革新的だと思いますよ。僕は好き、すごく。あと、単純に NiziU ちゃんたちのパフォーマンスのレベルがめっちゃ上がってると思いました。フィジカルかな、多分。フィジカルだと思う。ちょっと、みんなちょっと多分、締まったかもしれない。全体的に。クッと。って感じですね。はい、というところで、感想としては、僕の中では結構やばいと思ってます。というところです。皆様、感想もよろしければ、下の方でいただけたらと嬉しいですね。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。つい。